この企画は7月3日に東京国際フォーラム A ホ、ホール A で行われる新劇祭にまつわる情報をお届けしていく企画です、うんはい、前回もやらせていただきました。今月も新情報をいろいろお知らせしていきたいと思います、うん、その前に先月お知らせした情報をおさらいしてまいりましょう、うんはい、3つ新情報がございました、はい、まずこのイベントの追加出演者の方々を発表しました。お、進撃の巨人シリーズのサントラボーカリストの方々です。はい、小林美香さん、うん、エイミー・ブラック・シュレーガーさん、うん、チュアさん、MPI さんでございます、うんうんはい、すごいですね、サントラボーカリストの方々がイベントに来てくださってるのは、ね、ちょっとね、嬉しいですね、僕たちも。いや、本当、あんまりさ、普通のそういうイベントとかでもなかなかないでしょ、うん、ねえ、ねえ、いやちょっと、ね、楽しみ。どういう交流をしたらいいのかちょっとドキドキします。ねえ、人見知り、人見知り。あなた人見知りじゃないでしょ。はい、なんかね、最近人見知りじゃないんだよね最近昔は人見知りだったんだよ、これでも。俺会った時からそんな感じなかったですけどね。あれ、本当にもうだいぶ前ですよ、それ。だいぶ前か、そうか。そうですよ。はい、次いきますよ。はい、イベント入場者特典がキャストブロマイドだそうです。ほら、だそうです。そのいや、まだ撮ってないんだね。撮ってないね。あ、撮ったか。え、撮ったね。撮った。あれ、あれあれなんだ。うん。ね、君、いや、仕事があるときはちゃんとあの何をやるって向けた方がいいちゃんとね。パンフの写真とさ、いろいろあるじゃない。パンフ？違う。撮る人もいるしね。パンフですか、あれ。うん。あれですよね。うん。イベント入場者特典のそのキャストは、私カジ、うん、そして石川さん、うん、井上まりなさん、うん、神谷浩さんの4人でございます。はい。なあ、へいしまあなんかいろんなね、あるでしょうね。はい、そして巨人中学校の朗読劇が決定と、はい、いうことです。その3つが先月お知らせした情報です、うん、そして朗読劇のストーリー案、これはね、皆さんに4つご提案して、うん、ツイッターのアンケート機能を使って決めていただきました、うん、はい、4つ皆さん何があったか覚えてますでしょうか。1つが防災、うん、防災、そして踊る、踊る、呪い、呪い、そして変身、変身の4つ、いちいちありがとうございますその結果選ばれたのは、うん、呪い巨人中学校に決定です。お、はい、ホラーテイストね。え、なんか4つありましたけども、うん、まあ、1位が呪いだったんですけども、うん、呪い、踊る、変身はほとんども同率、なんかね、パーセンテージでいうと 1% ぐらいの違いしかない、うん、そうそうそう、最下位の防災だけ、うん、ぐんと低かったらしいです。みんな何すんのかなって思ってたから、ちょっとね、想像しにくいですよね。かな、まあでも結局の呪いに決定したので、うん、はい、ちょっとね、どんなストーリーかっていうのをあらすじちょっと、はい、あ、じゃあ紹介しますよ、はい、私からね、ストーリーはですね、ある日調査兵団の部室にですね、国井、うん、さんを呼び出す紙が置きっぱなしにされていた、うん、エレンはその紙をゴミ箱に捨ててしまうが、うん、まさかの事態がエレンを襲う。はあ、ふう、うん、それはミカサやリヴァイにまで及び、うん、もはやこれは呪いなのかといった内容です。逆に伝わってこない力入りすぎてなんかもうでなんだっけってなっちゃうね、うん、そうね、はい、そしてですね、はい、今夜、さらに新情報がございますね、はあ、はい、そうです、新情報でございますよ、はい、気になりますかそうですね、新情報は大体みんな気になりますね。気になりますか、はい、聞きたいでしょ、早く言って、はい、行きますよ、いっぱいあるんでしょ、はい、はい、あります、いっぱいあります、はいはい、それでは、発表していきます、はい、まず一つ目はこちら、ザーン、うんうん、音しかねえんだなよし、はい、朗読劇にも、うん、リンクとオライズンの、オライズンの、うん、リンクとオライズンのレボさん出演決定。お、朗読劇にも、うん、ここをまず目立たせてよ。分かった、うん、頑張る、うん、じゃあもう一回いくよもう一回いくの、ザダーンって音、これ、うん、ザダーンって、よし、朗読劇にもそういうこと、リンクとオライズンの、うん、レボさんが出演決定。イエーイ、さあ、何、ライブで喉痛めたんだからちょっとやめなよきゅ、もうほら、ダメだ、なんかダメ、テンション上がってきちゃった、楽しくなっちゃってるね、楽しくなってきちゃったの、ごめん、気をつけてね、なんかもう情報伝えるのも今楽しい情報伝えるの楽しいって素敵なことですけど、でもね、友情出演してくださったんですって。そう、くださったっていうか、くださ
るんですよ。まだイベントやってないからね。そうかそうか。あんた、だからね、何伝えてるか分かってないで言ってんだよ。書いてることをただただ。ちゃんと伝えてるよ。レモさんが朗読劇来てんだろ。そうです。なんかまあね、当然アーティストさんなんで、まあ、歌という ね、 そうだよね、形での参加はもう決定しておりましたけども、うん、朗読劇の方に、まあ、だからセリフをね、言うってことですよ。しかもこれだから我々と同じ、うん、そのだから舞台上でやるってことだよね。そういうことですかね。わー、まあ、ただ友情出演という形なので、うん、まあね、そこまでこうがっつりっていうわけじゃないかもしれませんけども、すごいなんか丸々1ページレゴさんのセリフとかってなわけじゃないね。それはそれで興味ありますけども。いやダメよダメよ。まあでもすごいコラボレーションということでね。そうですよ、はい、楽しみにしていただきたいなと思います。そして続いて2つ目の新情報はこちら。イベント入場者全員にイメージソングをプレゼント。なんだこれ。なんと、うん、進撃さんにお越しの皆さん全員にイメージソングを差し上げます。イメージソングを差し上げる。イメージソングって何なんだい。志野さんが歌うやつ。あれ即興ソングか。そうだね。あれイメージソングじゃねえ。あれを差し上げるわけじゃないんですね。 あれイメージソングじゃねえ。あれ下野の面白ネタだもん。そうか、うん、特技ですよね。そう本当すごいよあれは。もともとテレビアニメ進撃の巨人イメージソングプロジェクトというものが決定していたらしく、うん、そうなんだ。その第一弾企画ということらしいです。ってことはじゃあこれでおしまいではないけれども、うん、今回そのうちの一曲というか第一弾進撃の巨人イメージソングプロジェクトなんてあったんですね、うん、急に生まれ た前からあった。初解禁。普通に喋るんだから。しかもここは初解禁なの。あ、これはさらっと言っていいんだ。ここをなんかをまずそこをね大きく。あ、そうですね、の第一弾企画がこの、進撃祭での、うん、入場者全員にイメージソングプレゼント、うん、ということだそうです。ことなんですね、はい。こちらですけども、うん、昼の部夜の部それぞれ楽曲内のセリフが違うその曲がダウンロードできるミュージックカードがプレゼントされるそうです。へ、1曲ですけどもなんと2パターンあるということで。あ、じゃあもう本当にチケットそれぞれによってこのカードが違うってことか。そうですね、昼と夜でセリフが違うということで、なんと、うん、このその第1弾、うん、入場者全員入場者全員入場者全員にプレゼントするその曲を歌うのは、うんうん、私だそうです。マジで。はい、なんかもうさっきの打ち合わせで聞いた感じなんでちょっとびっくりしましたけど。そうだよね、そうだよね、今とても納得した状態で話してないよね。なんか僕が歌うそうです。今ふわっとふわっとした情報だよね。どうやら、そうなんだよね。まあエレン的な感じなのか、うん、エレンのイメージだけ曲を僕が歌うのかっていうのもちょっとね、なんつったって曲できてないから。さっき聞いたから。さあこれも新情報ですよ。そうですよ、ね、そうですよ。まあただエレンのセリフは昼夜違うものが入ってると、うん、いうことで。そしてなんとですね、うん、僕はこれを声を大にして言いたい。何？あの、うん、ね、劇版、うん、進撃の巨人の劇版でおなじみの、うん、沢野博之さんが監修をしてくださる、うん、マジで？その曲を歌えるってのは嬉しいじゃないですか。なんかそれ難易度高くない？大丈夫？ね、難しそうだよね。怖いですけどね。怖いけどね。でもいい記念ですよこれは。いやでも光栄。沢野さんの楽曲を ね、まあでも監修ということなので、うん、まあこう全体をね、うん、見渡してくれるという役目だと思いますけど、ね、まあ詳しい情報は随時お知らせしていけると思いますので、はい、今後ちょっとチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、なのでぜひね進撃祭にお越しいただいてそのイメージソングをゲットしてください。お願いします。はい、そして3つ目はこちらでございます。ダダンサグッズ情報。もうザザン待たない、うんうん、グッズ情報でございます。多分入れられなかったんだろうね。そうだね、どこがタイトルか分かんなかった、ね、今何つった下田って思ったんだろう、ね、はい、進撃祭で販売されるグッズの一部こちらをね、うん、お知らせしていきたいなと思いますよ。何、はいはい、ですか、はい、そちらのお知らせは出ますか、うん、はい出ました。お、進撃祭販売グッズ情報、はい、パンフレット、トートバッグ付き T シャツ、トートバッグ付き T シャツ、マフラータオル、プレート型ペンライト、うん、そしてクリアファイル、うん、ビーニポスター、うん、クリアキーホルダー、 B2 ポスター。あ、 B2 ポスターっていうの。まあ、何でもいいよ。あ、そうなの。なんかほら鉛筆をほら 1B2B とかって言ったりとか嬉しいんだよ。うちの地域だけかな。缶バッジ。いや、言うよ言うよ、全て予定です、うん、鉛筆だからね、うん、ちなみにプレート型ペンライトって
どういうこと？薄っぺらいやつでしょ。薄っぺらくて光るやつでしょ。あれプレート型って言うの？多分。棒じゃないってこと。まあ、棒だけど、持つところがあって、光るうちわみたいなんですか。光るうちわ。でもなんか教えてくれてる平たいのって書いてある。形状としてはね。某アイドルのやつみたいなやつ、なんだやつ多いな。まあね、いろんなグッズが、はい、皆さんのお手元に届くと。ということですね。いうことですね。はい。はい、そして、うん、新劇祭のチケットの先行販売が今週4月29日金曜日の朝10時からスタートするそうでございます。うん、はい、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ガン見してますけどね、僕を。これそうなんですよ、ちょっとね、打ち合わせで下野さんの担当のセリフがなくなりまして、その時何してるっていう話になったら、下野さんは僕をガン見するっていうことに決定しまして、めっちゃ見てますね。すごくね、見てますけども、皆さん、あのね、そのこの画面はいいんです。ちゃんと4月29日の朝10時から、ね、あの先行販売が始まりますよっていうのを覚えていただければ大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。以上、新劇祭現在公開可能な情報でした。はい、イエーイ。はい、さあ、はい、